NHK 紅白歌合戦、揺れるジャニーズ枠をチャートアナライザーが徹底予想。44年ぶりゼロ気配の中出場の可能性は、スノーマンとナンバーに。2023年も残すところ後2ヶ月。今年も NHK 紅白歌合戦の出場歌手発表にそわそわする時期がやってきた。例年、NHK は11月中旬。 下旬の間に紅白それぞれ25組前後の出場アーティストを発表する。そんな今年の国民的音楽番組の出場歌手を音楽チャートを分析したブログ、今音、今の音楽を追うブログを毎日更新し、地元青森県でラジオ DJ も務めるチャートアナライザーのケイが徹底分析する。ケイは昨年も紅白、 出場者発表前に同ブログで出場者予想を書いていたが、高い確率で的中していたのだ。ナンバー1から6のうちナンバー2。例年11月中旬、下旬には発表される大晦日の NHK 紅白歌合戦の出場歌手。23年もその時期が迫ってきた。そんな23年の紅白で激変が起こりそうなのが、 旧ジャニーズ事務所、現、スマイルアップ。所属タレントたちの動向だ。旧ジャニーズ事務所の紅白出場組数は、2013年から22年までの10年間で5から6組をキープ。白組出場組数が20から25組ほどなので、4から5組に1組がジャニーズ勢という計算になる。 ただし今年はジャニー北川氏による加害問題の影響もあり、さすがに減るだろうというのが大筋の見方だ。NHK の稲葉信夫会長は10月18日にこうなった定例、会長会見で、紅白への旧ジャニーズタレントの出場について、これまでの方針に変わりはないとコメント。これまでの方針とは、9月7日に開かれたジャニーズ事務所の会見後、 会長が明らかにしていた新規の出演依頼については、被害者への救済及び、再発防止への取り組みが進められない限り行なわないというスタンスのことです。旧ジャニーズ事務所は、救済に関しては新会社、スマイルアップ、社で行うとし、徐々に進んでいると見られていますが、解決までの道のりはほど遠い。そのため、 やはり今年の紅白の旧ジャニーズ枠は、ストーンズに何は男子、スノーマン、キングプリンス、カンジャニエイトそしてキンキキッズの6組が出場した22年末とは一転してゼロが濃厚と見られています。芸能ライター。厳しい情勢なのは間違いなさそうだが、それでも今年、旧ジャニーズタレントが出場し得るとしたら、 現実的にはどのグループが候補に上がりそうか。ビルボードジャパンやベイビルボードのソングチャートなどを分析している音楽チャート、アナライザー警視は分析する。紅白出場で考慮されるのは、今年の活躍度、セロンの指示、番組の企画、演出の3つだと言われている。警視は、ビルボードジャパンのチャートは、 紅白出場歌手を考える上で大きな指標になるとしながらも、旧ジャニーズタレントの楽曲はデジタルリリースがされていない以上、チャート上での適正判断の難しさはあると前置く。ビルボードジャパンソングチャートの集計方法は、時代の変化とともにサブスクの再生回数に基づくストリーミングでのヒットが大きく反映されるようになっています。 ただし、旧ジャニーズの楽曲は基本的にサブスクで解禁されていないため、一時的に上位にランクインすることはあっても、首位獲得やロングスパンでのヒットはなかなか難しい状況です。旧ジャニーズ勢は増えた多いなどと言われますが、実際には彼らがデジタルを解禁して、他のアーティストと同列に並んだ状態で検討しないと、 何組が妥当なのかどうか判断しにくい部分は否めません。それでも仮に出場するならば、キングプリンス、キンプリッとスノーマンが有力でしょう。キンプリは初のベストアルバム、MR54 月19日発売が2日間で、スノーマンもサードアルバム、I Do Me5 月17日発売が4日間で、ミリオンセールスを突破しています。 キングプリンスは5月22日をもって、平野章26、神宮寺優太25、元優裕太28の3人が脱退。高橋海と24と長瀬連24の2人体制に移行してもヒットを排出しています。ベストアルバムやシングル、月読みのヒットの大きさを踏まえれば、5人時代の曲を披露することになるかもしれません。 前室の軽視。